武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は滋賀大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、時間が90分で大問が4題出題される形式となっています。で、出てる形としては、まあ、全問記述式なので、やはり証明やグラフ関連の問題が出やすくなっていると。まあ、なので、微積や、まあ、二次関数の範囲、あとは、まあ、数列、確率、そして、まあ、ベクトルなど、あたりがですね、優先的にやるものではありますが、ただ、まあ、どこの範囲が出てもですね、割とその難易度的には、基礎的なものが多いので、まあ、どの分野出ても、しっかり解けるようにしておきましょう。まあ、特にそのセンター重視でおそらくやってる人が多いとは思いますので、まあ、二次の対策に向けては、ちゃんとそのセンターなどで身につけた知識が記述でできるのかっていうことと、センターではなかなか出てこないようなその証明だったり、まあ、そういう部分の対策をしっかりすると。なので、レベル的には、まあ、入試筆記、いろは、など、まあ、日大レベルの、ものの記述、形式のものをやる。で、余裕がある数学で稼ぎたいという場合には、国公立標準問題集、キャンパスなどの、まあ、記述練習ができる問題集でやっても、いいかなと思いますが、正直これは、まあ、滋賀大学の問題より難しいものも全然出てきますので、まあ、全部やるっていうよりは、まあ、鍛えておきたい分野、グラフ関連のところだったり、まあ、証明問題関連だったりを、まあ、強化しておく程度に使うといいかなと思います。まあ、見た瞬間問題の解き方がわからないような問題っていうのは、まあ、ほぼ出ない、もう割と見たことある典型的な問題にはなっているかと思いますので、その部分をちゃんと取りこぼさずしっかり正解できるように学習をしていきましょう。以上が数学の勉強となります。